ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画になります。渋谷モディさんで開催されておりますポップアップストア展示ですかね。渋谷スクランブルフィギュアさんになりまして、テレビアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件、久々に長いの来ましたね。椎名真昼小悪魔様バージョン6分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていってください。はい。でまあこのフィギュア衣装ちょっと怪しいんですが、 YouTube さん許してください。はい。ということでですね、多分投稿できてると思うんですが、今回はですね渋スクさんのフィギュアなんですけど、まあ、いつもよりちょっと喋りたいこと多いんですよね。まあ、でもまずはこのフィギュアについてですが、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件で、略称はお隣の天使様ということで、まあ、案外普通ですかね。で、すいません、私、まあ、アニメしか見てないので原作ですとか漫画まではわからないので申し訳ないんですが、まあ12話、羨ましげでしたね。何なんですかね、久々に清いものを見た気がします。はい。で、まあ、アニメも今年の冬アニメでしたからね、フィギュア化もかなり早いと思います。さすが渋スクさんですね。まあでもすごい特殊なところを攻めてますよね。にわかなのでんってなったんですが、元が原作 5.5 巻のイラストだったんですかね。普通のビジュアルとは全然違う立体化なので、まあ、こうきたかっていう感じがします。であと今回はスケールも6分の1なのでいつもよりも大きそうなんですよね。でまあ女の子のお座り系なので、まあ、以前も同じ感じで SAO のネグリジェフィギュアなんかも出ましたが、あれも4分の1スケールではありますが結構コンパクトでしたので、まあ、今回も6分の1スケールという1段階上がりましたが、まあ、全然大きいなとかそんなことはないと思います。で渋スクさんというだけあって、まあ、ただのフィギュアだけじゃ済まないですからね。ベッド台座に枕、あとクマのぬいぐるみまでついてきます。まあでもお値段も2万6400円なので、なんか最近どんどん安くなってきてるんじゃないですかね。他のメーカーさんと逆の動きをしているように感じます。まあでも嬉しいですよね。であと今回もう一つ販路が拡大されてるみたいなんですよね。アミアミさんとか他にもいくつか予約を受け付けているお店さんがあるんですよね。まあ、ですのでもしかしたら今後は流通形態も少し変わってくるのかもとも思いました。まあ渋スクさんのみもあるんですけどね、ものによっては他でも販売があるみたいです。まあでも定価でしたね。であと渋スクさんといえば公式購入特典があることもありますが、今回はバスタオルがつくそうです。すごいですね。でこれはもう見たことないですが、今回のための書き下ろしとかなんですかね。いやー豪華な特典がつくみたいです。バスタオルってそれだけでも結構しますからね。公式一択になるのではないでしょうか。で受注期間もですね、23年7月7日までとまだしばらくありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回もとても可愛いフィギュアでした。はい、では以上になります。今回は渋スクさんで椎名真昼小悪魔様バージョンの展示でした。タイトル言わなくてごめんなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。